よく見てて初めてなのかな。いくよ。はい、水素です。今この透明なもの、これ水素です。カメに見えないけど、とっても軽い機械なので、このように笑って笑って笑っています。はい、じゃあ3人じゃあピラコいきます。せーの、で見るよりも全然生で見ると迫力がありますよね。びっくり。善光寺、そっか、これ日よけの意味もあるんですね。なんか最近あの鶏肉って何の肉って出させていただいてるんですけれども、そこでいろんなことをこうね、興味を持つあの大事さみたいのを学んだので、今こういうのを読んで勉強しようかなと思います。これすごい気になりますね。長野では七味がとっても有名なので、ソフトクリームに唐辛子が練り込んである、辛いもの好きとしては行かなければならないということで、迷わず買いに行こうと思います。じゃーん、一番辛いのくださいって言ったら、こんなチョコのが出てきました。どういうことなんだろう、チョコのやつが一番辛いってどういうことなんだろう。まあね、ちょっといただきたいなと思います。楽しみ、いただきます。今財布入れて、うん、おー、後から来る。後から来る。後から来るよ、後から。喉に来た、喉に来た、喉に来た。あ、美味しい。でもなんか辛い、辛い対象チョコですごく甘いんですけど、その勢いによ勢いに合わせて一気に飲み込んだところ、喉の方が今すごいピリピリしてます。すごい、これが名物なんですね。なんかちょっと一回辛さで痛覚っていう実験をミキラボでもやったんですけれども、今まさにその刺激に喉がやられそうです。
げで管という管がカプサイシンなので、それを今清めました。すごいいろんなだるまさんがいますね。これかっこいいな。やっぱりでも見てください。これ普通は願いが叶いますようにと願いを込めますが、今回はその実行する誓いを立てながら右目に目を入れます。すごいなんか私の性格とすごい似てるすごい似てるなって思って、これかっこいいな、これかっこいいな。なんかちょっと色もミキラボっぽい色もミキラボっぽいし、このやっぱ実行が大事っていうのが本当に共感するので、この子にしたいなと思います。バターシェイクの腕をいっぱい故障しないように振りすぎてるんで最近。だるまなんですけれども、死んだ後にどういう風に自分が振り返った時に自分がどういう風に思うのかっていうのを意識しながら、エンマ様をこのように置いて日々考えながら生きていきたいなと思いました。私は今日このままこのエンマ様と一緒に寝たいと思います。はい、ということで今日は Nbs 祭りでサイエンスショーを開催させていただきました。なんと三沢ホーム様のブースですごい綺麗な会場で実験することができてとっても嬉しかったです。もうなんか長野県ということでこのように自然がねすごい豊かなんですけれども、また長野県でサイエンスショーできるように頑張りたいと思います。これからもいろんなことを頑張っていろんなネタももっと発展させて子どもたちに喜んでもらえるように頑張りたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。